クラウス・シュワブ、クラウス・シュワブ、クラウス・シュワープは、スイスの経済学者、ビジネスマン、事前活動家。世界経済フォーラムの主催で知られ、妻ヒルダがこの事業に参加している。ヘンリー・キッシンジャーの教え子の一人、ドイツ・ラーベンスブルク生まれ、フリブール大学に経済学博士号を取得したほか、スイス連邦工科大学に工学博士号を、ハーバード大学のケネディスクールに、 行政学習志望を取得。クラウス・シュワブは60年代後半のハーバード大学でヘンリー・キッシンジャーから教えを受け、彼の考え方に最も影響を与えた3から4人の人物の中に彼を含めた。1971年にヒルダと結婚。1972年ジュネーブ大学の最年少、教授に就任。2004年ダンデイビッド賞受賞。 ヒルダとの間に二人の子供を設け、二人の孫がいる。1971年にローマクラブをモデルに世界経済の改善のために非営利組織として世界経済フォーラムを設立した。今日では組織の目的を経済、政治、知的活動のグローバル化の促進であるとしている。1998年には社会企業のための手話部財団をジュネーブに設立した。 2004年には新たな組織若き世界指導者のフォーラムを設立し40歳以下の人材選任を集めて世界規模の問題に対する改善策を討議した1972年から2002年までジュネーブ大学の経済学部教授を務めていた数冊の著作を有している1979年から現在まで世界競争力レポートを公表している 2016年には第四次産業革命を出版した。ありがとうございます。